マーシー級病院船はアメリカ海軍の病院船の艦級。船長の病床に加えて手術室12室やコンピュータ断層撮影装置など充実した医療能力を備えている。本級はアペックスマリン社のサンクレメンテ級タンカーを改装したもので1983年度予算でワースが改装されてマーシーとなり1984年度予算で ローズシティが改装されて、コンフォートとなった。このような経緯から、基本設計は、タンカー時代のものが踏襲しているものの、上部構造物は大幅に追加されている。環境は、船体全部に移動し、船体中央部には広大なヘリコプター甲板が設けられた。また少なくとも2隻の総裁艇が搭載されている。手記としては、 ボイラー2缶とゼネラルエレクトリック車製蒸気タービン2機を搭載してスクリュープロペラ1軸を駆動する方式とされた。電源としては、出力 2000kW のディーゼル発電機3機と、出力 1500kW のディーゼル発電機1機、出力 1000kW のタービン発電機1機、出力 750kW のディーゼル非常発電機1機が搭載された。通常は、 アメリカ東海岸と西海岸に一隻ずつ配備されて、少数の民間人スタッフで維持されており、基本的に岸壁に係留される加工案内に停泊して待機し、概要には機関の整備と点検のために年7日ほど後悔するのみである。出動の際は、別途医療スタッフや支援スタッフを招集、乗船させる手はずとなっており、出港まで5日ほどかかる予定となっている。 ヘリパッドからは3機のエレベーターで外傷処理室に直行できるように配置されている。処理室は50床の収容能力があり、トリアージ及び初期診療が行われる。画像診断のためにポータブル X 線撮影装置が使用されるほか、その際と射精の超音波検査装置3機が配置されており、ファスト検査などに使用される。 より本格的な画像診断が必要になった場合に備えて外傷処理室に隣接して放射線角角が設けられており、X 線撮影、透視室4室及びコンピュータ断層撮影1室が設けられている。CT 装置としては2009年の時点ではゼネラルエレクトリック社製の16列式 MDCT が設置されていたが、 2018年4月現在では64列のものに更新され、心臓、冠動脈 CT にも対応した。画像診断区画と隣接して手術室区画が設けられているが、手術室12室のうち1室は血管増影にも使用することができる。病床としては1000床を備えている。この他に集中治療室80床、術後回復室20床が設定されているほか、 熱傷治療室もある。またしか治療区画もあるほか、下記のような広報支援機能を備えている。なお1日に30万ガロンの清水を作り水することができる。ありがとうございます。